暴落を制するものは世界を制するはいババですはい、本日も YouTube やっていきます2020年4月3日フライデー金曜日となっておりますはいそうですね今日も、えー、今日はね特段と有益な情報でございまして期待しててくださいはい、暴落を制するものは 世界を制する。ね。来ました。ついにこの会が。今日はね、非常に貴重な回となっております。秘伝の会というかね、なかなか出ない情報でございますので。はい。まあ、あのー、そうですよ。うん。今、真った中でございます。暴落のですね。はい。時代は混迷を極めている。 その時にね、ある一手を投じると、ね、凄まじい資産家が生まれるという逸話がありますまあ、そういう話もあります実際にあった話でもございますでその反面暴落で資産を失う方々もいますこの暴落というのは人間の心理の渦のようなね、果てしなきの底,底,底なし沼みたいなしかし 上は青天井みたいな、そんなうごめいている世界でございます。今、その真っただ中にいる感じでございまして。はい。ただね、こういう時に、ウォーレン・パヘッドという世界的な有名な投資家は、ある航空会社に株を爆買いしました。はい。今、日本株は二番底をつけようかなというところに、 ある感じでございまして、はい、どうなるか分かりませんけどね緊急事態宣言もあるかもしれないというところでまたね下たりするかもしれないただねその中でもあって僕たちは僕たち投資家は動いていくんですじゃあ一方、ね、ずっと見るっていう方もいいかと思います、ね、見るっていうのも相場は休むも相場と言われてましてね 休むっていうのも非常に大事な戦略でございますからただ行く時は行くと勝負どころはドンと行くというような感じであとはあねそれぞれのね戦略はあるかと思いますけど、まあ、今日はねちょっと一つ面白い銘柄をまあ一つ二つお伝えしようかと思っております一、まあ、つ目がですねえー、まああの以前のリーマンショックの時に アパホテルの社長が不動産をたくさんね安くなった不動産を買い占めたんですねそこで今すごい大成長大成功をね収めているアパホテルの社長がいらっしゃるんですけど、まあ、いい例ですね安くなった不動産を暴落で安くなった不動産を買い占めていくとそしてまた元に戻った価格でね資産になっていくという形で非常に分かりやすい安くなった時に買うというね まあ、バーゲンセールみたいな感じでございますね。はい、ただ今どこまでそこになるかがわかんない部分もあるので非常に怖い。だから初心者は見るだけの方がいいひょっとしたらいいのかもしれない。ただ上級者にとってはですね、今がね、非常に見極めどきでもあったり、非常にチャンスでもあったりするんですね。はいまあ、僕は非常にチャンスだと捉えている。 人間でありまして、まあ、人それぞれあるかと思うので、ね、皆様自己責任で動いていただけたら、まあ一つのこういう意見があるんだなということで、考え方があるんだなということで捉えていただけたらいいのかなと思います。はい、まず一つ目、まあアパーテルの社長様が不動産ということで言いましたけども、まあ、僕もね、今不動産のリートについてですね、少し、えー、焦点を当てております。 8985ジャパンホテルリートというね、銘柄がありまして、今こちらにね、僕も実際にぶち込んでいるわけなんですけども、非常に注目しておりまして、ねえ、一番底をね、いつだったかな、四月、3月19日に一番底をつけて、それから上がっていったという形で、今が4月3日でございますけども、 で高値を1回つけたのが3月25日だったですね。それからちょっと野だらかに落ちてきているわけなんですけど、まあ2番底に近づいているのかなというところで、まあ僕はもうそこにちょっと結構近いのかなと思っている。ただね、まだわかんないですとまあ打診外とかそういったところもあるかと思いますので、ただ僕はそこなのかなと、勝手に思っているわけでございまして、えー、まあね。 このジャパンホテルリート、まあ、ホテルですね。基本的にホテル業界でございまして、配当利回りが最高にいいですね13点 13.。13.51%という形で、最高にいいですね。100万投じれば、約14万のね、リターンがあるということで、いや、素晴らしくないですか。素晴らしいですね、これ。うん。 200万で、その、まあ、単純計算2倍ですか。だたいね、26万ぐらい ?26 万、28万ぐらい、その感じですかね。うん。で、うん、まあ、それ3倍、うん、300万だと、まあ、その1 3 5 1る3倍という形で、うん、なかなかいいんじゃないでしょうか。現在の、今日のね、終わり値が、 4月3日時点での終値が27,310円だったでございます。はい。ね結構なね、えー、高い金額ではあるんですけど、元はね、えー、そうですよ。まあ、暴落の、まあ、例えば3月2日とかは7万近い金額だったので、えー、今年の1月とかはね、まあ9万近い株価だったんですね。それがもう、 3分の1ぐらいに落ち込んでいるという27,310円。すごいバーゲンセルなんですね。これはね、狙い時だと思うんですよ。はい。一回ちょっとリバウンドして反発して一回モザー落ちてきている。今ちょうどいい買い時なんじゃないかなと思っている感じでございますね。なんと言ってもね、別に普通に放置しててもね、利回りが最高にいいからですね、全然いいんじゃないかなと思うんですね。 うん長期投資におすすめな今が買い時の銘柄といった感じでございますね。で、ジャパンホテルリート、まあこのホテルっていうのもね、キーワードになっておりまして、まあ、今後、オリンピックがね、また来年にあるという、延期したということでございまして、まあ、それに伴ってね、えー、来年はまたインバウンド向けでね、結活気がつくでございますでしょうし、今はね、ちょっとさすがにやっぱ落ち込んでいる感じだとは思います。だけどね またその政府が言いましたコロナ例のこの県の問題の、えー、病院がない場合のこのねホテルへのえー、ですかねホテルにその皆様を患者様をあの止めるというかそんな感じの指針を出させておりますので、まあ、そ,そ,れにもそれについてもですねやっぱり熱いと思うんですねこれから。 やっぱ株っていうのは先取り、読み、あの、先取りの、あの、読み合いでございますからね。将来を読んでいくという、ね、創造性なんですよ。地頭力を活かしてイメージしていくんですね。この今後の世界をイメージしていく。今は現時点じゃないんですよ。株価っていうのは折り込んで折り込んでいくから、未来を読み込んで、いち早く未来を読み込んで、それを先手先手で動いていく。だから、動機づく前に、 行動するっていうのが僕はモットーとしているんですけども、基本的に僕逆張り派なんで、ちょっと、え順張りとはスタイルが違うんですけど、うん。僕上がっている時には基本的にあんまり変わらないスタイルでございますので、逆張りというかね。だから僕の戦法としてはちょうどいいね、狙いどきでもあるんですね。ジャパンホテルリートなので皆様にもぜひともね、有料名柄としてお勧めしたいと。 持っております非常にいいと思います。これね、長期投資で。ただね、まだわかんないです。よっとしたら落ちるかもしれない。それで株は自己責任でございますから。ただね、非常にいい銘柄でございますので。ね、なかなか手が出しづらい銘柄でもあると思います。ね、高いからですね、これはね。うん。初心者の皆様にはちょっと厳しいかもしれないですけど、まあ、上級者の皆様の判断でね、動いていただけたらいいのかなと思っております。 ね、こういったのをね、なんだろう、初心者の皆様もね、なんだろうと思ってね、調べてみると、ね、非常にいいかもしれないですね。そして調べてみて、実際に株価のチャート見て、あばばが言ってたな、みたいな感じで、その値動きをね、追っていただくだけでもね、すごいいい勉強になるかと思いますので、興味を持つということが大事でございますからですね、ジャパンホテルリート、このね、配当利回りが13.51%、半端ないでございます。ね。 銀行に預けてても今1%とかないぐらいでしょそれが13%というかね、それ普通に不動産経営してても今8%とか7%とかでやっとじゃないですか。それをね、上回っている、約2倍ぐらい上回っている利回りなんですよ。凄さまじくないですか。それでしかもキャピタルも今だったら狙える。バーゲンセル、下に落ちているからですね。 下は限りがあるけど上は青天井というような感じでございますからだからねそれはまだ一概にそう言えないかもしれないですけどまあパッと見えそうなんですねだから結構今イメージしやすい上の窓を埋めやすいなという感じでございましてうんいいんじゃないかなと非常に思っております悲観の極みの回というかねという感じでおすすめの銘柄でございます あ引き続きね、注目していきたいメーーだとは思います。ね。皆様がね、ジャパンホテルリーとこれはね、熱くなっていくんじゃないかなと、密かに思っておる次第でございます。当たり外れがありますからですね。まだわかんないですけど、結構面白いんじゃないかなと思っております。はい。で、次にね、2番目。原油。ね、熱いですね。これもね、原油も、 サウジアラビアとロシアがね、もつれ込んで、価格競争に陥ってですね、3月、例のショック、なんとかショックとは別に、別口で暴落が暴落を生んでいるわけなんですけども、ね、一時期19ドルにも原油が割り込んでしまったわけでございまして、しかしね、今日4月3日、なんかね、そわそわしてるんですね、原油業界がね。 先ほど高値で28.54ドル、28ドル、ね、原油が冒頭しました。昨日もね、26ドルぐらい直角上げ、垂直上げしましたね。まあ、これはね、トランプ大統領がツイートしたっていうことであって、なんかね、えー、動いた、トランプ大統領動いたな、みたいな感じで、その思惑もあって、 期待感もあって上がったみたいでございまして、いろいろロシアとサウジアラビア含めて、オペックプラスも含めて、狂気が始まるということで、今、じわじわと上がってきているという、急速に上がっているというか、そんな感じでございますね。はい。原油厚いですね。うん。僕は原油に大量に仕込んでいるという感じでございまして、 非常に今、ね、寝れないぐらい、そわ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 してますね。石油王になる勢いで。それか、このリートも今、ね、熱いんで、不動産王にもなるんじゃないかなというぐらいね、なんかね、やっぱこの暴落、非常に僕はね、楽しんでいますね。ね、まずどうかわかんないですけど、ただね、 面白いですね、この暴落。ずっと僕は寝、ね、動き見てきましたけど、毎晩毎晩ね、この暴落の日々をね、チャートを見続けてきました。ね目に焼き付いてきたというか、非常に滅多にない経験ですからね、もう100年に一度の経験だと思いますよ。リーマンショックを上回るね、経験だと思います、これはね。こんな暴落をね、経験するとね、普段のね、寝動きがほんとちょろいという感じですね。 今半端ないからですね、その、ボラッティリティというかう、ね、上げ先が半端ないから、うん。ただね、いろいろ見えてくるんですね、ずっと見てたら、やっぱり傾向と対策が、ね、日銀さんの入るタイミングとかね、そういったのも、またね、方程式になったりする、面白いですね、この株価っていうのは、いろいろな主役もね、入って。うん ま、初心者の皆様何を言ってるのかよく分かんないかもしれないですけど。少しずつね。あの慣れていくっていうのも大事だと思います。はじめ何も分かんないと思います。株式投資っていうのがね。ただニュースと見ながらね。ちょっとね。例えばジャパンホテルリートとかね。原油の値動きとかニュースを見ながら上がってるんだな。下がってるんだなって見るだけでもね。全然違うかと思いますんで。実際！に ね、またお金も入れると、すごくね、上達するんですけど、まあ、その、よれ、よき、その、余計にその、気になってくるからですね。でも、全然ね、まあ、それはリスクがあるんで、やっぱり、暴落もあるからですね。えー、原油もね、まだわかんない、ね、太めなとこもありまして、ある、ね、アナリストは、15ドルとか10ドルとか、また暴落があるんじゃないかな、と言ってますし、ね、未知数でございますから。 ただ、すごく今、いい感じなのかなと、うん、世界がいい方向に進むといいなと思います。原油がね、暴落すると、そう、厳しくなりますからね、4月1日もね、えー、アメリカのシェール企業が、1社、大手企業がね、この原油の暴落によって、倒産してしまったという、破産申請してしまったということでございまして、なかなかね、 まあ、トランプ大統領も必死に動いているかと思います。ねえ、やっぱ選挙もありますからですね。原油はね、特にね、トランプ大統領のね、後押しになってくる部分でもあるかと思いますので、必死になるとは思いますね。うん。この原油の暴落でね、得するところ、あんまりないんですね。やっぱり、ロシアもサウジアラビアも、アメリカもみんなきつい。 っていう何もいいことなしというかこの暴落で得れるものは何もないというかだからねまあ戻って元にまあ20ドル今ね暴落したのが20ドル今28ドルぐらいになってきますけど必ずね60ドルまあ3月頭ぐらいが60ドルだったんですか100ドルとか60ドルとかねそのラインには戻ってくるんじゃないかなと思いますようん再三ラインっていうのがありますからね やっぱサウジアラビア採算ラインはすごく安くできるんですけど、ただね、やっぱり国民を、サウジアラビアの国民をね、あの、生活させるためには、やっぱり60ドル近くはないと。本当は100ドル近くね、サウジアラビアは欲しいんでしょうけど、減産してですね。だから、良くなっていくと思いますま。でも今後が、見るだけでも楽しいですよね。こういうのってね、値動きをね。はい。という感じでございます。 で、まあ、以前僕が注目していたね、オルトプラス。これね、すごくね、やばいくらい暴,暴落してますね。371円ですよ、うん。以前、1000円、1100円ぐらい千1000円台とかで、まあ、揉み合ってましたよね。配信ゴールしたというかね。まあ、正直僕は、うん。 俺とプラスはその、まあ、12時35分にそのガッて下げ出したんですね。その時に僕はまあ直感でまあさっと引きました僕はじ実際のところ。そしてまあその後、まあずっと眺めててえー500円ぐらいかな500円ぐらいの時に496円ぐらい その時に S が496円,、ね、49円あたりに敷地を差し値を置いててあのー、ちょっと買おうかなと心配しようかなと思ってましたけどまあ運がいいのか悪いのかまあその買いで逆手はせずですね、えー、まあ流れてちょっとね上,上あたりで、うん、900円争違うが。 506円とか5円とかでこう上がっていったんですね。それで520円とかまでいって、リバウンド、550円とか、そんぐらいまでいったのかな。まあ、リバウンドがあったわけなんですけど、まあ、そのリバウンドを取ろうかなと思ってた感じですね。ただ、その後またザザ下がりして371円になったからね、ね底なし沼ですよ。なかなか厳しいね感じですね。 結構初心者さんとか捕まっている方もまだいるんじゃないかなと思いますね。まあ、僕はちょっと危険を察知したので、まあ、実際僕、オルトプラスはね、実はね、う総じて僕はプラスなんですね。オルトプラスの銘柄を扱ってて。まあ、動画でね、えー、3月、あ、違う。 動画ででででちょっととととプラスのの配信の間近すすよといううころ上げたと思うんですけど、まあ、僕は12月の24とか3とかその時にあのオートプラスを初めて持ったという形であったんですけど、まあ、基本的に僕はやっぱ逆バリハでリバを取るんですね、まあ、そこでリバを取って一、えー、回回転させてですねだからオートプラスは結構その後もレンジだったんですねだからレンジで僕は結構根幅を取ってきて 何回転かしてるんですねだから総じて僕がオルトプラスに関してはただその、まあ、回転してるけど、まあ、僕の、ね、見立てにしてはもうずっと、まあ、監視もしてるし、まあ、ずっと僕は保有しているっていうような、えー、位置づけにはしてましたけど実際のところうまくその時は回転しました。 あのまあ、オルトプラスのホルダーの特質上やっぱり結構すぐ皆さんねあの利益確定されるっていうのが見受けられてたので、まあ、その修正を早く気づいてですねちょっと回転させてましただいたい1,000円近くになるとみんな利確するんでだから最初は850円ぐらいで1回目回転させてその後まあその 850円前後ですかね。で、また入って、だいたい890円ぐらいから脱芯返していって、850円ぐらいでガッって入れて、それでまた1000円近くで回転させるっていうのを何度か繰り返していたというか、感じですね。で、一時期600円とかも落ちてきましたけど、ああいう時はもう美味しかったですね。また1000円まで上がっていったりしてたんで。だから何回転かしてるんで、 だから配信ゴールしましたけど、僕にとってはもう配信ゴールからその上まで行っちゃってる感じのね、幅を取れてるんで、まあ全然総じて OK というか、最後もね、えー、まあ僕、最後はそうですね、最後マイナスになったの、確かに最後はマイナスになりましたね。でもそれでも890ぐらいあたりで損切ったというか、だから基本的に、 うんそんなに損はしてないですね。もうあの、配信ゴールする可能性もあったんで、ちょっとやっぱり持ち株も少し減らしてたんですね。ちょっと、普段よりもね、様子見の、やっぱり怖いからですね、ひょっとした配信ゴールもあるかもしれないって思ってたんで、だから、えー、うまく上に上がれば、あの、買い増しするように逆差し値を、 置いてました僕この,この一線を越えたらどんどん買い上がっていくみたいなね感じにしてましたそれも戦略というかねうんただそこまでいかなかったっていうところでえー、まあそうね1070円ぐらい一回行ったよねあの時が高値だったですね、うんもっ といけるキャパシティある,あるんじゃないかなと思ってたんですけどね。ちょっとまあそれが予想外だったんですけど。ただその後この暴落っていうのはすごいですね。あそこで空売りを、12時35分の時点で空売りを、もし僕が空売り専門だったら、あっこから空売りかけ確かにかけていましたですね。えー、なんかね、人の主役の境目を見た感じでございまして。うん、なんかやっぱり 配信した後に、そのなんか、ちょっとやっぱり心の空白がありましたよね。こいこれはいけるのかなどうか,かなっていう。そこをうまく皆さん、ガッとね、空売りかけて、いや、あの、空売りかけた人たちはうまいなと思いましたね。うん、僕も空売りだった、空売り目線だったら空売りかけてたでしょうね。ただ最近僕も空売りを今、 全部やめてるから、もうほんと買いだけしかやってないから、現物買いしかやってないから、うん、そこに頭になかったですけど、これ、叶り取った人、おいしいでしょうね、これね。いや、もう、おめでとうございますとしか言いようがないですね。まあ、これ、株っていうのはやっぱり戦略というか、熾烈な争いでございますから、読み合いというかね、人と人の心理の見合いでございますから、なかなか難しい点でもございますけど、 うんなかなかまあ、オールトプラスに関しては僕は扱いやすかったかなという、やりやすかったなというのはありますね。まあ、初心者様にとってはなかなか難しかったのかもしれないですけどね、最後このような感じでましたけど、ただこの暴落っていうのもね、いろいろ経験すると思います、今後もね。特に僕はこういう暴落は IPO 関係に多かったですね、IPO 関係。 うん、IPO もねやっぱり、うん、何だかな、うん、名刺アプリのやつなんか33とかそんな時代の IPO とかやっぱりいろんな IPO 僕も下がってきましたけど初日にねガンとセカンダリーで入ってガンって上がっていくんですねでもガガンと上がっていくんだけどもうある時点でサンってね下がっていくんですよ この恐ろしさ、それを知ってるからね、やっぱりね、暴落に対して、やっぱり警戒してますよね。暴落の前に察知するような、やっぱ人間そんな失敗いっぱい重ねていくと、察知していく能力がついていくというか、だから最初は僕も失敗しただけだったですね。だから、失敗しないような動き方を、 すするように心がけてますそれがやっぱり生き残る道というかその最弱な状態を想定しているというかねだからこの「オルト・プラス」も僕は、うん、全然大丈夫だったというか総じ、まあ、てプラスだと、まあ、読み通りというか結果的にですね。うん まあそして500円ぐらいでまた、リバトリーを狙おうっていう腰だんだんと思ってた感じでございますけど、まあ、あれは取れてたですね、ちょっとちょっと取れてたけどね、全然多分取れてた。ただちょっと、もうちょっと下がるかなと思ったけど、下がらなかった、その時はね。えつまり、行くんじゃないかなと思ってたけどね。まあ、それはしょうがない。入ってもよかったけどね、ちょっと、安全廃をしすぎたかなと。で、今は371円、だ、ね、だ下がりですね。ちょっと逆に入るのが怖いなというと。 ところではありますけど、まあ買ってもいいんでしょうけどね。ただ、ひ、うん、ょっとしたら200円台も行くかもしれないですね。以前200円台があったからですね。ただわかんない。これはね、今、らも上がるかもしれないしね。そこはわからない。まあちょっと今僕、オルトプラスからちょっと離れているからね。うん。またちょっと引き続き、オルトプラスも研究してみたいですね。セルランもね、今後どうなるかっていうのがね。ゲーム性はね、僕は面白いと思うんですけどね。オルトプラスのヒップマイね。 うん、僕もや、ちょっとやってみたけどね。いや、今、まあ、やりましたゲームね。インストールして。うん。面白いと思いますよね。大好きだけどね。ファンも根強いしね。いいと思うけど。まあ今後、期待したいですね。きっとこの371円までつきましたけど、僕は上がっていくんじゃないかなと思ってますね。多分、まあ簡単なことは言えないですけどね。うん。下がったものは、 上がるというかね、まあ。行くんじゃないかなと。うん。という感じでございますね。ちょっと今日は長くなりましたけど、まあ、有益なね、会になったのかなと、思います、ね。皆様、初心者に、皆様にとってはね、すごくいい会になったのかなと思いますので、はい。ぜひ、あの、一つの、 戦略として活用していただけたらいいのかなと思います、はい。本日は以上です。皆様、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございます。